ケプラーの超新星 SN1604 の超新星残骸の多波長合成画像台、マゼランクモの超新星残骸 N49 の多波長合成画像超新星残骸は、恒星が超新星爆発した後に残る構造である。超新星残骸は、爆発により拡張する衝撃波によって区切られ、恒星からの噴出物と、生汗物質によって構成される。 構成が超新星爆発に至るには、主に二つの道がある。いずれの場合においても、超新星爆発は、高速の10%、すなわち、秒速3万キロメートルもの速さで、構成物質のほとんどすべてを吹き飛ばす。これらの噴出物は超音速となり、生肝物質の温度は1万 K、速度は、マッハ1000以上にも達すると推測されている。 そのため、噴出物の前面には強い衝撃波が形成され、プラズマを数百万系以上に加熱する。衝撃波は徐々に遅くなるが、音速以下に落ちるまでに数十万年にわたり数十パーセク以上の領域に広がる。最もよく観測された若い超新星残骸の一つは、1987年2月に大マゼラン雲で発生した。 SN1987A によって形成されたものである。他によく知られた超新星残骸としては、カニ、星雲、造高を記録したティコブラーエから名付けられた SN1572 による超新星残骸ティコ、ヨハネス・ケプラーから名付けられた SN1604 による超新星残骸ケプラー等がある。基地の最も赤い超新星残骸は、 銀河系の中心で発見された G1.9 プラス0.3残骸である。超新星残骸の膨張は以下の段階を経る。爆発によって生じた衝撃波は膨張しながら生還物質を吐き溜めていく。この吐き溜められた物質の質量が爆発によって放出された紛失物の質量よりも小さい限り衝撃波は 原則がほとんどされずに自由に膨張を続ける。この段階は自由膨張期と呼ばれ、生管物質の密度に依存して、数十年から数百年続く。吐きためられた、生管物質の質量が、紛失物の質量を上回ると、生管物質による原則が効き始めて、衝撃波の発展は、セドウフテーラー機に入る。衝撃波金棒には高温で厚みの薄い殻が、 形成され、この部分から X 線が放射される。この期間は数万年程度続く。殻が冷え、数百万系の厚い内部を包む薄く高密度の殻が形成される。これは圧力による除雪段階である。殻は再結合した4化水素と4化酸素からの可視光放射によってはっきりと見ることができる。内部が冷え、殻は 自身の運動量によって膨張し続ける。この段階は中性水素原子からの電子放射によって観測できる。およそ数十万年から100万年後、超新星残骸の膨張の速度が生管物質の音速と同程度となるため衝撃波は弱まって消える。最終的に生管物質と混ざり合う。超新星残骸は 電波と X 線の特徴により4つの種類に分類される。超新星残骸は銀河内の宇宙船の主な発生源の一つであると考えられている。宇宙船と超新星の関わりは1934年にウォルター・バーデとフリッツ・ツビッキーが初めて指摘した。1964年、ビタリー・ギンツブルクとセルゲイ・シロワツキーは 超新星残骸中の宇宙船の加速の効率性が約10%だとすると銀河系内における宇宙船の消失が保証されることに気づいた。この仮説はエンリコ・フェルミのアイデアによる衝撃波加速と呼ばれる特殊な機構によって支持された。実際にエンリコ・フェルミは1949年に 生管物質内の磁場の雲と粒子の衝突による宇宙船の加速についてモデル化した。二次フェルミ加速として知られる。この過程では正面衝突によって粒子のエネルギーは一定に増加する。後者のモデルは強力な衝撃波面で形成される。衝撃波面を繰り返し横切る粒子はエネルギーが大幅に増加しうる。 この現象は一時フェルミ加速として知られている。超新星残骸は超高エネルギー宇宙船の生成に必要な高エネルギーの衝撃波面を形成しうる。X 線による SM1006 の超新星残骸の観測でこの天体が宇宙船の発生源となっていることに矛盾しないシンクロトロン放射を示した。しかし約1015エを超えるエネルギーは 超新星残骸では十分なエネルギーを供給できず、異なる気候が必要である。超新星残骸が宇宙船をペブまで加速できるか、否かについては、いまだはっきりわかっていない。将来建設される、チェレンコフ望遠鏡アレイは、この問題に答えを出すこと助けになることが、期待されている。ABC、オックスフォード天文学辞典、朝倉書店、初版第一冊。 263ページ。ISBN4 から254150172。Discovery of Most recent スーパーノバインアワーギャラクシーメイ 14-2008ABK 小山、R ペトレ、re, EV ゴットヘルフ、UFAN、M 松浦、M 小崎、aki, SS ホルト、Evidence for Shock Acceleration of High、Energy Electrons in the Supernova レムナント SN1006 ネイチャー378 255から258ビブコード1995ナチは378 255イドイ10.1038 378255エーレースーパーノバプロデューセスコズミックレーズ BBC ニュース http コロンス bbc.co。Bb uk スラッシュにスラッシュハイスラッシュサイエンススラッシュネーチャースラッシュ三九八一六一九。stm 二零零六年十一月二十八日閲覧 snr＆ コズミックレイ・アクセラレーション nasa ゴダード・スペース・フライト・センター二千七年二月八日閲覧。<ine> e ーフェルミオンザオリジンオブザコズミックラディエーションフィジカルレビュー75-1169-1174ビブコード 1949phrv 75.1169回ドイ10.1103フィジレブ 75.1169ab ウルトラハイエネルギーコズミックレーズユニバーシティオブユタ2006年8月10日閲覧 ありがとうございます。